みんな大好きカープ、その球団を率いる新井監督の直筆サインと思わず手比べしたくなるこの T シャツ、大きいです。小園選手がカープの R を可愛らしく表現したものや、皆さん言えますか？菊猿、黒猿、栗猿、森猿、森猿と早口言葉となった T シャツなど言えました。東京で行うファンイベント限定販売で球団がオリジナル制作した100種類の T シャツが公開されました。そんな中、なんと野間選手と石原選手も見に来ました。欲しいものを聞かれると、これは欲しいですこれは欲しい。選んだのは松山選手のお風呂隊長 T シャツ。これ結構売れるんじゃないですか。これ結構ね、特に多分ね、選手は欲しい。選手は多分若手は欲しい、若手欲しいと思うんで、シンプルに松さんをいじってるっていう僕はよく選ぶ、よう選ばないです。なんでそんななんか若手に。カープファンイベントは東京で27日に開催されます。あれは若手はいじってることに入る。はい、いじってます。いじってます。かっこいいですね。かっこいい。愛されているというのを本当に感じさせるんですけれども、はい、メンさんは気になった T シャツがあるということで。いろいろユニークだったんですけど、矢崎投手。矢崎投手、はい、これですね。最高じゃないですか、矢崎のルーティン。もうこれもうぼやきってことはもう認められてるってことじゃないですか。多分本人も喜んでると思いますし、ファンの皆さんもね、このぼやきっていうのをなんかこう、ああ面白いなと思って、はい、これね、多分本人は多分恥ずかしいと思うんですよ。ただこういう T シャツしてくれることによって彼は喜んでます。実はだからこれを着てね、応援してもらえればなとは本当思いますよね。ある意味ね、矢崎選手、ね、ツンデレということですね。ツンデレです、はい、ツンデレ矢崎投手の T シャツもあるということですけれども、はい、まあ、選手の特徴的な言動などをデザインにしているということで、100種類ありますから、皆さんもどれにするか選んでみるのも楽しいかもしれません。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。